疲れでした。ところでね、ここにもこれ切ったの切れないんだよ。みんな残したの。だからそうすると、大体この元をみんな剥がってきてる。いや、もう遅いからね。5本か。配信系のね、6、7。どうしても主観系から配信系に入るんだけど、この趣旨の数が多くて、10本から8本にする。よくわかんない。今は行きたかったから。2本にするってやるとね、これはもう1年で様子変わっちゃったり、こうやってせっかくこうやって縛って、これが趣旨なんて言ったら、出られに来たら全然方向変わっちゃう。だから早く決めたってのは酷なの。早く決めて、剥げられないようにして、元から枝をつけてたら酷なんだね。これくらいの剪定やればね。おかげの場合は。まあ、それでもこれもそれ通りにはいかないけどね。で、こういう強い場合には、これ頭いっぱい残した方がいい。これはちょっとね、少々するな。こっち行くか、そっち行くか、こっち行くか。どうせ、もう帰る人が帰ったからさ。こういうふうに弱いのは頭止めて、それから強くする。枝を作って。これは、これは旅行に残す。強いからね。こういうのも残しておきたい。頭強い場合にはこういうのが精神心に入っている。これはちょっと低いから頭を止めた方がいい。こう来た方がいい。これをだから引き上げない。これを趣旨ですよね。だからこれここに、単管を立ったらとそれが引っ張れる。それから山形のロンパスっていうのはもうこれを静止するもう形のものができてる。まあそれを使ってもいいけど、個人でやってもいいけどね。もう枝を引くんですよ。やっぱり本当は静止剪定だからね。剪定だけで木を作るっていうのは難しいです。こうやってやればガラッと変わるんですよ。これくらいにしておいて大丈夫。これでそういったんで、これはもうこれから頭は種子いらないですから、これはそうだね。ここで切っちゃうから、それでここから枝出たら夏取ってもいいんです。それでこれももし種子にしたいんだったら、これをここへ縛って引き上げて、まだこれだったらこれも主人になるからね。そこで高さがよくこういうふうにして頭下がらない。これ以上高いと主人は無理だから頭でしょ。だからこれは頭はもうほとんど高いからこうして。